お疲れまーす。おーつ。はるまるです。えい。久しぶりの外動画です。おーい。今回はインスタですごい美味しそうな麻婆豆腐を見つけたので来てみました。イエーイ。堂山食堂入り口。堂山食堂さん。いろんなメニューも豊富にあるそうで、激辛以外もあるということなんですが、とにかく麻婆豆腐がちょっとね、気になったので、それはしっかり食べたいと思います。行くぜ。行くぜ。ハムカツは食べよう。ここは居酒屋さんなんですが、こちらは、はい、乾杯。ねえ、なんか弾き語りしたりとか。で、お前そっからなんかバイトとか、地獄麻婆豆腐食べてから、私このこれも食べたいんです。すいません。鹿児島麻婆豆腐。一緒じゃないですか。違うよこれ。どう違うんですか。鹿児島麻婆はなんか。こぼれる。何が？こぼれるやつ。なんかほら日本酒でもさ、マスまで入れてさ、トトトトトトってなんでこぼれちゃうやつ。どちらお酒飲まないかわかんないよ。地獄麻婆豆腐は激辛らしいです。はい。待ちます。ハムカツです。ハム。ハムハム。テレビやネットでも話題らしくて、堂山食堂さんの今喋ってるんです。堂山食堂さんの名物です。嬉しいよ。でかいよね。またちょっと違う存在。あれの顔隠せる。いただきます。会社もね、そういうことしててね。うまっ。ハムの中に卵がたっぷりです。ハムカツ専用ヘルメスソース。いやもう、お互いいいなと思って、価値観が一緒で、こうがもうやりましょうやりましょう。けんちゃん丼です。けんちゃん豚の角煮と鮭の塩辛と海苔とキムチとハムカツとトップしててネギと卵が乗ってます。めっちゃ柔らかい。角煮がめっちゃ柔らかい。もらいました。ミニ丼の角煮がテールもめっちゃ面白い。あれ、本当にやりたいことだ。だから誰かが私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 こうなったらいただきます。はい、うまっ。うまい。あ、そんなに口を攻撃してこない辛さですね。唐辛子入れようと思って。そんな変わらないですよ。あれ食べちゃってください。辛さは、赤から5から5番ぐらいかな。高一だったら2からぐらいだと思う。だいぶ辛くて。え、大家も食べれるよ。いやいやいや、けんちゃん丼食べるんで。だいぶ。そういう風に思っとる人は。あ、もう見てる人にあげますよ。はい。あごめん、全然辛くない。あ、もうね、びっくりするぐらい辛くない。マジ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 。ほら、そういう人を。ほら、辛くない。辛い。辛い。無理。なくなったカルピス。辛い。もう一回行く？いらない。
なんか、鼻にツンってくるんですけど、気のせいじゃない。いつしか言うだろう。気のせいマジでうまい。辛さに、まあ、ちょっと得意だよって人でも食べれるものですね。辛いですよ。辛い。ラー油入れます。何回おかわりするんやら。いや、辛さがちょっと足りんやろ。ラー油ってアクセントで1個ぐらい入れるやつじゃないんですか。いや、これはちょっと激辛好きな私にとってはちょっと辛さが足りんやった。でもすごいなんかお酒が進みそうです。ほぼ激地やけど、うまいな。宿舎のこちらがこぼれまごどう。下にこぼれてるじゃないですか。どうなの、これがこぼれてる。いくらでもうまい。うまくったらめっちゃもう何も普通の人やけどさ、普通にこぼしてるじゃないですか。そうね、当時の話で盛り上がる。いや、井上と水川もそっち寄りない。これうまい、ジューシー、まあ、あんまり肉の味がめっちゃする。ベベなんだよ、ほんとくれるまで。マンボこいつのこれで、マーボー丼です。赤と白のコントラスト、そう。子供生まれてきちゃった。はい、どうですか。食欲増進。おぉ、いっちゃってください。やっとそれでなんか自分と向き合い出したみたいな感じ。あー、なるほどね。うん、かもね。だから結婚式の時もこれですわ、麻婆豆腐。甘い、めっちゃ歌うし。うまいね。完食です。数学とか理科的なロジカル的には楽しそう。今日もおいしくごちそうさまでした。というわけで今日もおいしくごちそうさまでした。いや、やっぱ麻婆豆腐は素敵すぎましたね。最高でした。ハムカツも名物というだけあって、もうボリューミーかつふわとろですっごいお腹いっぱいです。ここはなんとランチは500円でやってるそうです。500円からですね。500円からですね。ぜひ行ってみてくださいませ。では、おさるまーん。おーつ、またね。またね。バイバイ。グッバイ。